萌えもロゼリアのライブ見るの久しぶりなんだっけ？そうなんだ。ライブ前によくアコから演奏の相談をされるから聞いてやったりしてるんだけどさ、実際見るのは久しぶりだから楽しみだな。あれ？けど、お？どうしたの？アコ、今回は特に私に相談に来なかったなって。大丈夫かな？きっとそのくらい順調だったってことじゃない？まあそういうことか。お、そろそろ始まるみたいだぞ。ロゼリアです。まずは一曲聴いてください。やっぱりロゼリアの演奏すっごくうまい。それに前聴いた時よりも迫力があるね。だな。あ、今のとこ前に私が相談に乗ったとこだ。アコちゃんと叩けてるみたいだな。さすがアコちゃんだね。リンコさんとのアイコンタクトもバッチリ。すぐとともえみたいだね。確かに。次で最後の曲です。かっこいい。アコ、私が思ったより上手くなってるな。今のフレーズだって楽しそうに叩いてるけど、すごい。すっごいライブだったね。ロゼリア以外のバンドもレベル高かった。だな。けど私はロゼリアが一番良かったかな。勢いもあって。だよね。みんなかっこよかったな。リサ先輩に今度ベース教えてもらおうかな。お姉ちゃん、ひーちゃん。アコ、お疲れ。すっごいいいライブだったな。本当、ありがとう。曲と曲のつなぎのドラムソロ、しびれたよ。イヒヒ、あれね、ライブ用のアレンジなんだ。いいアレンジだったな。誰が考えたんだ？あれね、アコが一人で考えたんだよ。アコがフレーズを考えた後にユキナさんとかサヤさんとかみんなに見てもらって。そっか。アコが一人で。トモエ？いや、アコ一人でアレンジ考えるなんてすごいじゃないか。本当お疲れ。うん、ありがとう。お姉ちゃんに褒められちゃった。でリンコさんが待ってるよ。本当だ。それじゃあアコそろそろ行くね。これから反省会だから。ああ、じゃあな。アコちゃん、あのソロパート一人で考えたんだ。頼もしいね。そうだな。え、トモエ、差し入れ買ったのに渡すの忘れてる。お？おお、しまった。ごめん、完全に忘れてた。もう。じゃあ家でアコちゃんに渡しといてね。トモエが食べたらダメだからね。そうするよ。いやー、ごめん、演奏に夢中になっちゃって、つい。演奏に夢中になってたのは本当だけど、それだけじゃなくて、なんだろう、この感じ。